何話そうかな。ここへ来て、この間ジャニー、僕はこの話したことないんですけども、ジャニーさん、うちの社長の誕生日会っていうのを滝沢くんかなんかが仕切りでやったのかな。で、中居くんもいかがですかって、別にいいけど、どんなメンバー来んの、上はマッチさん、東くん、岡本くんで、次は僕ぐらいだと思って、下はセクシーゾーンまで全員来ると、ほんで行ったんですよ。で行って、まあまあ、ほんでジャニーさんがいて、ああどうも、まず後輩がわって来て、もう大丈夫、ちょっとまず先輩からって言って、ジャニーさんがいて、ジャニーさんいて、マッチさんいて、東くんがいて、岡本くんがいて、で、僕は岡本くんって、男と男くんって、はい、で、僕は挨拶でどうも、お願いします。で、ジャニーさんで、おめでとうございます。マッチさんどうも、東ここです。で、後輩たちも。で、わって座って、で、テーブルがあって、そこにね、60、70人ぐらいいたのかな。で、ジャニーズジュニアなのか、それからもうデブ、セクシーゾーンの下でもデビューしてるんだけども、まあ僕は無知なところであんま顔もわかんなくて、で、誰なのかなと思いながら、でもここはジャニーさんがいて、両脇に東くんがいて、マッチさんがいて、岡本くんがいて、で、その端に、ちょっとね、やっぱジュニアっぽい子がいたんですよ。こいつがなんでそこに座ってんのかと、そっち側で。でも、まあ、これから出る人間なのか、新人なのかわかんないけど、でもまあ、ジャニーズジュニアなのか、もうデビューしてる子なのか、でもそこら辺にもまあ、ジュニアっていうかわかんない子がいたりして、まあいいか。でもそっち側に座るのはおかしいんじゃねえかなと思って、でもマシさんいるし、東君、ジャニーさんいるから僕は怒るわけにはいかないし、こういうのは下が誰かが直接の、直の先輩が言わなきゃいけないんじゃないかと思いながら、ほんでなんかっつって雑談なんかしながら、ちょっと、じゃあみんなちょっと席変えようか、みたいな。で、隣に太一が言って、お前さ、俺わかんない、あいつ誰だと。太一、国分太一。直の方がだと。あいつ誰だと、お前が、俺が言ったらちょっとわかんないから、トゲがあるから、ちょっとお前、じゃあお前も言ってもちゃんも上の方だよなって。誰かいないのか、あそこの隣で。ほら、今飯食ってるぞ、とかって。俺でしたよ、こっち側だと。なんであっち側にいるんだって言って、うん、で、俺に挨拶もしてないと。なんだあいつさ、って誰なんだって俺は腹立つなって言って、やめてくださいよって言ったら、マイツさんが来て、お前どうしたんだよ、中井って。イライラしてんだ、こんなところって。いやいや、僕はそんなことないんですけども、お前さ、こういうブレーコーなんだからさ、ガチャガチャすんじゃねえよ、ジャニーの誕生日なんだからよ、つって。すいません、何があったんだ。いや、別に全然いいんですけども、あそこの一番端のなんかガーキン、僕わかんないんで挨拶もしないですし、なんであっち側に座んのかな、誰かやらなきゃいけないんじゃないのかなと思ってたんですよ。俺の息子。気まずやば本当にわかんなくて、俺の息子。すいませんっつって、で、マチさんが、おいっつって、中井、挨拶したかっつって、してないっつって、あ、挨拶まだでしたね、ついあの中井と申しますけど、こうそうそう、ちっつい、この人ずっと僕の顔怖い顔で見てた。本当に地面につけてわかる、一応多少見たらわかるやろ、顔が出てる。でもジュニアが、いやジュニアもいたりだとか、ブレーコーだからいいんだけども、まさかマジで子供いると思わないでしょ、小学4年生ぐらいなのかな。